エンハンスアーマメント、闇の炎。はい、どうも、最近ハッピーターンにハマってる男、カイトでーす。いや、ハッピーターンうますぎわろた。現場からは以上です。引きこもりなので特に話すことはないです。ってことで今回は鬼滅の刃のイケメンキャラランキングを紹介しながらツッコミしていこうと思います。この動画を最後まで視聴と、高評価の方だけ頼むぞ。高評価はどれだけしても足りないんだよ。お前らは知ってるだろ、それは。今回は数多くの登場してた鬼滅の刃から男性キャラクターのかっこいいランキングを作成していこうと思います。評価基準は容姿の美しさ、性格の良さ、作中世界での評価でランク付けしていこうと思います。前回のヒロインの可愛さランキングは概要欄に載せておきますので、そちらもご視聴ぜひよろしくお願いいたします。竜太郎は12気づきの一人で上限の6に入れられています。妹のダキと二人一組で行動しており、人間時代に民衆から虐げられていた恨みを晴らすように悪さを働きます。外見は人間時代とあまり変わっておらず、ガリガリに痩せ細った体や血のようなシミは生まれつきの病気によるものです。人間時代は醜いと虐げられていたのですが、鬼として見ればそれほど醜くはないように思えます。鬼化しても人間の形状を保っているだけで竜太郎はマシですし、むしろこの死神っぽさがかっこいいまであります。で、初見から見たら死神の竜君、こう見えて鬼強いのよね。鬼だけに。かまどロクター、炭治郎や禰豆子の弟で、かまど家の四男です。第1話の時点で無残に殺害されたため、孤児となっており、現在は回想でしか物語に登場しません。他の兄弟と同様、炭治郎によく似た顔立ちをしています。きっと順調に成長すればかっこよくなったでしょうが、この年齢だとかっこいいというより可愛いという印象が強いです。鬼滅の刃の続編の主人公とかでそう。優しそうだから大人になるまで汚れないでほしいね。めちゃくちゃ脇役なのになぜか人気のある男性キャラ、通称うどん屋の豊さん。浅草の都会ぶりに圧倒されていた炭治郎が一息つくために訪れたうどん屋台の店主です。この作品には珍しい一般人ですが、鬼殺隊の炭治郎に対しても物怖じしない男気のある男性です。うどんへのこだわりが強い職人肌であるため、鬼の気配を感じてうどんを残した炭治郎に激怒していました。俺が言いたいのはな、金じゃねえんだ、お前が俺のうどんを食わねえって心づもりなのが許せねえのさ、は豊さんの名言としてのおなじみ。実写版小峠やないかい。印象深い意味でこの順位かな。虎徹は刀鍛冶の里で修行中の少年です。まだ10歳ですが、物事を分析する能力に長けており、すでに刀匠としての才能の片鱗を覗かしています。他の刀鍛冶と同じくひょっとこの仮面をつけているので、本編では素顔が見えませんでした。実は単行本のおまけページで仮面の下が明かされています。なんと仮面を外してもひょっとこ面とほぼ同じ顔という予想の斜め上の素顔が明らかに。ファンの間では仮面つける必要あると困惑する声が聞かれました。眉毛と仮面同化してんだけど、よく仮面同じやつ見つけてきたね。かまどしげるは炭治郎や禰豆子の弟で、第1話で他の家族もろとも殺害されてしまったため出番はほとんどありません。在命中は町に炭を売りに行く炭治郎についていこうとしており、かなり兄に懐いている様子でした。顔は炭治郎そっくりですが、クリクリした坊主頭なので子供らしく見えます。もうちょっと成長して髪を伸ばしていたら、お兄ちゃんやお父さんのようにかっこよくなったかもしれません。いや、生粋の野球少年、確実に小中運動部に入るパターン。20位くらいまではサクサク見ていきたいと思います。元は12気づきの一角を担っていたものの、だんだんと成長に陰りが見え始めたため無残に見捨てられた鬼、境外縄張りにしている屋敷内限定と見られますが、空間を自在に操る能力を持っている厄介の鬼でした。全身に鼓が埋まっているという希少い特徴があることを除けば、割とまともな見た目だと思われます。少なくともここまでに登場した鬼たちに比べればだいぶマシな姿です。また境外は鬼らしからぬ努力家でもあったので、性格的にも憎めないところがあります。人間の時の姿の方がイケメンだったね。どっちかっていうと呪術廻戦の方に出てきそう。荒れ地であったために鬼に囚われ、境外の館に囚われていた少年の名を清と言います。鬼に狙われやすい体質であることを除けば普通の子供ですが、一瞬の隙をついて境外の鼓を奪い逃走していたので地頭は良さそうです。アニメで急激にイケメン化していたので順位を上げておきました。やっぱパラーだとかっこよくなるよね。ぜひアニメ化に今日熱望する日々でございます。元なり柱にして善逸の育てを務めた人物が桑島五郎です。おいてなお雷の呼吸を扱えた実力者で、善逸をはじめとして多くの剣士を世に送り出しました。小柄のおじいちゃんなので、かっこいいというよりはマスコット的な可愛さがあります。しかし桑島五郎は作中でも有数のできた人で、生き様の格好さで言えばトップ10に入りかねないほど素晴らしい人物でした。ネタバレになるので多くは語りませんが、彼と善逸の関係性は涙なしには語れません。まあここら辺はかっこいいの定義は曖昧。かっこいいといえばかっこいいのかな。元は鬼殺隊の自己処理部隊、隠しの隊員です。彼の隊員はほとんどが素性不明なのですが、彼だけは登場頻度が多いため色々と明らかになっています。年齢は23歳で、目を離すと気候に走りがちな炭治郎たちのフォローに回ることも多い常識人だったりします。マスクをつけているので目元しか見えませんが、この感じだと素顔が不細工ということもなさそうです。かといって実は素顔がめちゃくちゃかっこよかったというようなこともなさそうな、かもなく不可もなくという顔という印象です。いや、ザ・モブキャラ。アニメの声優がワンパンマンの主人公という印象しかない。
天の岩十二鬼月加減の6を務めていた鬼です。加減とはいえ十二鬼月に選ばれているくらいですので強かったのでしょうが、無残に殺害されたので雑魚鬼よりも活躍の場が少なかった不憫なキャラです。フェイスペイントや目の模様で鬼だと判断はできますが、顔立ちはどこにでもいい少年といった感じで違和感がありません。無残に殺される前に炭治郎と戦っていればルイと同じくらい人気が出たかもしれません。無駄に声優がかっこいい鬼、世代的に遊戯王の10代を思い出しましたね。境外の館に囚われた兄を救おうと屋敷の近くで立ち往生していた少年が翔一です。戦う力を持たない普通の子供にもかかわらず逃げずに鬼の巣へ突入するという勇気の持ち主でもあります。一緒に入った善逸が全力に逃げ出そうとしていたせいで余計に勇気のある子供という印象が強まりました。善逸が気絶してしまっても一人で隠れようとはせず鬼を前にしても善逸を連れて行こうとしていました。諸事情から善逸は翔一君を鬼と戦えるほど強いと勘違いしていましたが、勘違いする気持ちもわかる気がします。いやにしては武器持ってねえだろ、素手で鬼殴り殺してたらちょっと引くわ。刀鍛冶の里に住み、剣士たちの日輪刀を打つ職人の一人、伊之助の刀を打ったほか、無一郎の専属を引き継いで刀を鍛えるなど重要な役どころになっています。こちらも例のごとくひょっとこ面をつけていますが、14巻のおまけページにて素顔が明かされています。素顔はやや釣り目で出頭した顔立ちのイケメンで、すでに結婚もしています。奥さんと顔が似ているのは、夫婦仲が良すぎて似てきたとのことです。いや、なわけあるか！もはやこれかっこいいのか？ここら辺誰でもいいような気がしてきた。海学は善逸の兄弟子で雷の呼吸を使っていた剣士です。また岩橋のこと姫島が育てていた孤児の一人でもあり、作中世界で幾人かの人生に大きな関わりを持っています。確信をつく部分があるのでこれ以上はネタバレ防止で言いませんが、海学は鬼滅の刃の登場人物の中でもトップクラスのクソ野郎なので、性格的な部分を考慮してこの順位に収めておきました。性格的に下がったキャラ、顔は普通に悪い感じのイケメンでした。まあ僕みたいな顔つきでした。エツイドは刀鍛冶の里にいた刀匠の一人で、かつては無一郎の刀を打っていた人物で、剣士と刀匠という立場以上に無一郎のことを気にかけていたようなのですが、残念ながらすでに個人となっています。その後無一郎の刀を打つ役目は金森光三に引き継がれました。階層にしか登場しない上、ひょっとこ面をつけている素顔の大部分は見えないままです。しかしわずかに描写されたシーンを見る限り、女性人気の出そうなイケオジだったことが伺えます。ワイルドおじちゃんがランクイン。スネークとか好きなキャラはこういうキャラ好きなのかな。ダーバー炭治郎が倒した鬼の一人で、登場時には十二鬼月を名乗っていました。しかし実際には十二鬼月でも何でもなく、無残に騙された不憫な雑魚鬼だったと判明しています。とはいえ雑魚鬼の中では実力がある方で、力のベクトルは操るという厄介な力を持っていました。両手のひらにでかい目がついているあたりが怖いものの、そこを除けば普通の人間にも見えます。相方のスサマルとセットでファンからも支持されているキャラクターの一人です。いや普通の方の目を見たかった。てか日常でそこに目あるとか視聴しか来たさないよね。天の竹雄は炭治郎と禰豆子の弟にあたる人物です。第1話で無残に殺害されたため現在は個人となっており、回想シーンでしか登場しません。天の家はみんなよく似た顔をしているのですが、竹雄は特に炭治郎そっくりです。髪型まで炭治郎と同じなので遠目には見分けがつきません。見分けるポイントは右目の下にほくろがあることと頭身がやや小さいことくらいでしょうか。かまど家族大体同じにしか見え、髪型以外似すぎなんだよね。鬼殺隊の最強戦力、柱の一人で岩柱の二つ名を持つ姫島行明。大使たちからは鬼殺隊最強の男と言われ、鬼殺隊に入る前には素手で鬼を殴り殺したことがあるという異常な身体能力を持つ人物です。格差で陣を決めるとなると扱いに困ります。個人的にはめちゃくちゃかっこいいと思うんですが、一部ではイケメンと言い難いです。そんなわけで葛藤の末、姫島行明は中間くらいの順位に放り込んでおくとします。イケメンというか頼りになるキャラ、個人的に意外なキャラの順位。鬼殺隊隊員にして炭治郎たちの先輩にあたる村田さん、炭治郎とはなたごま山の任務で知り合い、その後も何気に関わる機会が多かった人物です。鬼滅の刃は登場人物がバンバン死ぬ系の作品なので、村田さんのように長く親交の続く人物は貴重です。顔はよく言えば欠点のない顔、悪く言えばモブ顔という感じでしょうか。当初はやたらサラサラしたキューティクルヘア、髪質で勝負すればキッズ上位に入ることでしょう。いやそんなランキングあるか。使ってるシャンプーの種類だけ後で教えて。十二鬼月上限の1、無惨を除けば最強の鬼として知られるのが国志望です。鬼とは思えないほど冷静沈着で礼節を慎んでおり、さすが最強の鬼と思わず敬意を払ってしまう威圧感があります。国志望のキャラデザがいいのか、はたまた鬼滅の刃でグロい姿の鬼を見すぎて感覚が麻痺してきたのかは分かりませんが、とにかく国志望には別格のかっこよさを感じてしまいます。溢れ出る強キャラ感のおかげで外見のヤバさは許してしまうのかもしれません。やっぱ目が6個はリアルだとちょいキモい。俺的にはもっと上だと思ってたわ。煉獄千次郎は縁柱として活躍した煉獄京次郎の弟です。顔は双子かと思うほど兄にそっくりですが、明朗快活な兄とは違って器用な性格をしています。何人もの柱を輩出してきた煉獄家に生まれながら、どれだけ稽古をつけても日輪刀の色を変えることさえできずにいました。兄とは方向性が違うものの、非常に心優しく立派な少年だと言えるでしょう。今回はこの順位につけましたが、人によっては兄の京次郎よりこっちの方が好きというファンもいるはず。弟にしたい母性本能キャラクター、成長後の姿は縁柱として見たかった。
赤座がまだ人間だった頃、荒くれ者だった彼を公正に導いたのが慶三です。慶三は小さいながらも武術道場を経営しており、町に流れ着いた赤座を道場に連れ込みました。鬼化してからも永遠と強さを求め続けた赤座の根源には、師匠にして恩人だった慶三の存在があったことは間違いありません。腕の立つ武術家でありながら、慶三は私利私欲のためには力を振るわないできた人でした。頼れる大人というか、理想的な恩師というか、とにかく人間性がかっこいい人物だったように思います。いや、お父さんに惜しいな。常に笑顔だったイメージ。まあこういうキャラほどバッドエンドなのが鬼滅の刃なのよね。ハンティングは12気づき、上限の死に当たる鬼です。追い込まれるほど強い分裂体を生み出すという厄介な能力を持っており、作中ではウロギ、赤道、哀絶、カラク、増白天と本体を合わせた6体が登場しました。本体は醜い老人の姿ですが、ハンティングの場合分裂体がかなりかっこいいです。特に最強の分身増白天をラスボスでも納得できるくらい最高のデザインなのでややこしい。とりあえず今回は増白天のルックスで評価してこの順位にしておきました。すごい電撃攻撃してきそうな見た目。ワンピースで言ったらエネルポッシュだな。12気づき、加減の位置を務めている鬼です。性格的には鬼滅の刃でもトップクラスのクレイジー野郎で、他人の不幸を見るのが好きだけが行動原理。無惨の手で自分が殺されそうになった時でさえ、他の鬼たちが苦しむ様を見られて満足だと語っていました。性格はちょっとあれですが、中性的な見た目が受けているキャラでもあります。初登場時は女性説もあったのですが、スピンオフやアニメの描写によって男性キャラであることがほぼ確定しています。アニメですげえ脱力感あったキャラ、その誠が頭から離れないのよ。これ好きって言ってる女は若干地雷や可能性ある。殺災の最強戦力、縁柱として活躍していた煉獄杏寿郎。その父親に当たるのが煉獄進次郎です。諸事情で引退していましたが、彼もかつては縁柱として鬼殺隊に在籍していた過去があります。31位の千次郎もそうでしたが、煉獄家はかなり遺伝子が強い一家です。表情が違うので見分けられますが、油断したら同一人物かと思いそうなくらいそっくりです。顔は親子揃ってほぼ同じなので、おじさま好きな方は進次郎、若い子好きは千次郎のファンになるかも。初見だと超 DV してそうなイメージあったわ。煉獄さんをしかめ面にした感じの顔。鱗滝左近次は元水柱の剣士で、炭治郎や義勇の師匠に当たる人物です。厳しいだけでなく非常に優しい人物でもあり、禰豆子もかなり懐いてる様子。常にいかつい表情の天狗の面をかぶっているのは、素顔が優しすぎるため鬼に舐められてしまうからなんだとか。ここで仮面ピンタおじさんがランクイン。多分成人みたいな顔してるのかな。鬼滅の刃知らない人からしたら叩き散らしてる人。イグロオバナイは蛇柱の2つ名を持つ柱です。蛇のようなネチネチとした性格をしており、炭治郎や禰豆子に対しても当初から嫌みったらしい言動をとっていました。しかしこれでも鬼殺隊の中では常識人寄りで、この性格も甘露寺曰くネチネチして素敵とのこと。ちょっと目つきが怖いですが、ミステリアスな音合いが素敵です。本編では口元の包帯を外した姿も描かれています。だんだんイメージが上がってくるキャラ。やっぱ現実だと音合いかっこいいよな。梅野正親は風柱こと品津川実美の兄弟にあたる人物です。品津川と二人で当時の加減の位置を倒す功績を残していますが、その際に受けた傷が原因で死亡しました。登場回数は非常に少ないものの、個性人気の高いキャラクターでもあります。鬼狩りの厳しい世界に身を置きながら、梅野正親はいつも穏やかに笑う優しい人物だったとされています。個人なので再登場は難しいと思われますが、もし今後も出番があるならさらに人気が高まることは間違いないはず。たまに部活にいるいい先輩、ほとんど何しても怒られなさそう。12気づき、加減の2の鬼として登場したのが六郎。例の無惨様ブチギレ事件で殺されてしまったため、詳細がわからないのですが、数いる鬼の中でもトップクラスの実力者だったと見られます。なかなかキャラも立っていたのに、まさか名乗ることもなく殺されるとは。鬼なので実年齢はわかりませんが、外見上は30から40代に見えます。頭髪に顎ひげを蓄えたナイス緑という感じで、個人的にはシンプルにかっこいいと思われます。なんか雰囲気が小田切城に似てる。顎ひげが鬼の中で一番似合ってるね。時藤雄一郎は霞柱こと時藤無一郎の双子の兄です。双子だけあって顔はそっくりですが、弟に比べると口が悪く厳しい性格をしています。しかし11歳の頃に死亡してしまったため、現在は回想シーンにしか登場しません。雄一郎は早くに亡くなっているので、無一郎の方が男性として深みのある成長を遂げていると思われます。まあ、普通にイケメンだよね。髪の毛だけセット難しそうだけど。赤座は12気づき、上限の差に当たる鬼で、別名を剣鬼と言います。不老不死に近い鬼の寿命を得て修行に減らせており、100年以上の修練の果てに空剣最強の座に君臨しています。他の鬼が絡めてのような能力を使う中、赤座は血気術さえ身体強化というシンプルな方向につぎ込んで強くなりました。赤座は敵ながらただ強さだけを追い求め続けるという王道のかっこよさがありました。技だけドラゴンボールの世界にいそう。最近学校で講義してる赤座見て笑ったわ。
ドーマは十二鬼月、上限の二に君臨する鬼です。遊び人のような風体ですが、実際には作中でも最上位クラスの強さを隠しています。初登場時は上限の六だったのですが、入れ替わりの決戦に勝利してナンバー2にまで上り詰めました。ドーマは人間時代の記憶を丸々残している珍しいケースの鬼なのですが、もともとサイコパスだったため、人間性は皆無に等しいです。しかし記憶が残っているので人間のふりをするのがうまく、鬼化してからも信仰宗教の教祖として暮らしていました。見た目もやさ男風ですし、人身掌握にも長けていたので大層漏れたことでしょう。この授業で心理学の講義してそう。髪型も茶髪で普通にオシャンティーよね。勝手に声優が宮野守のイメージがすごい。炭治郎と同時期に最終選別を乗り越えた青年、品津川玄也。初期は暴力的な性格で炭治郎とぶつかったこともありましたが、鬼人だらけの鬼殺隊に入ったことでむしろ一番の常識人と化しました。険しい表情をしていますが、それもひっくるめてかっこいいと思った読者は多いはず。大正時代の人間とは思えないほどパンクな髪型もよく似合っています。一気にもっと出てほしかったやつ。ちょっと登場シーンが好きなすぎるから原作見るのをおすすめします。鋼塚ホタルは炭治郎の日輪刀を打った専属刀鍛冶です。刀を愛するあまり、自分が打った刀が粗末に扱われた場合は激怒して襲いかかってきます。他の刀匠たちと同じくひょっとこの面を被っているため、長らくどんな顔なのかは不明のままでした。しかし本編中に仮面が割られて素顔が明らかになるとイケメンすぎると話題になり女性ファンが急増。刀鍛冶としての生き様の凄さも相まって、今では鬼殺隊の上位剣士たちに勝るとも劣らない人気キャラに昇格しています。一番仮面系でギャップあったイケメン。普段からぜひ外して生活して。炭治郎や禰豆子の父親にして日の神神楽の継承者であった鎌の炭治郎、生まれつき病弱であったため物語の開始時点で死亡していましたが、鬼滅の刃という作品にとって重要な人物の一人でもあります。顔つきは炭治郎によく似ていますが、病弱なためか少し痩せ細っています。しかし体の弱さとは裏腹に日の神神楽の熟練度は炭治郎よりも上だったらしく、もしも健康でさえあれば炭治郎以上の剣士になっていた可能性も。主人公たちの親世代に人気キャラの多い本作ですが、炭治郎もまた生きていたら今の何倍も人気があっただろうと断言できるキャラクターです。この小次郎来たー。箱だけだとここら辺止まりかな。ユシロウは鬼の青年ですが、無惨ではなく、玉によって鬼化させられた唯一の存在です。そのため、鬼でありながら無惨の呪いを受けておらず、玉よともども人間と協力関係にあります。人間時代は不治の病に侵されていたとのことですが、鬼化後は病弱さも感じられないほど健康体になっています。目つきが鋭く口も悪いですが、これでいて仲間思いの一面もあるので、ファン人気も高いキャラクターです。キューティクル村田の異名でおなじみの村田さんに匹敵するほどのサラサラヘアも特徴的。一番一般的な髪型、言うまでもなく美白イケメンですね。リンスインシャンプーとか硬くなり使わなそう。ルイは十二鬼月、加減の5に数えられていた鬼で、ファンからはパワハラ柱と呼ばれるほど部下に厳しい無惨が気に入っている数少ない鬼でもあり、他の鬼とは比べ物にならないほど自由に暮らしていた様子。家族の絆というものに異常な執着を見せるため、ナタグモ山では適当の鬼を捕まえて強制的に家族に仕立て上げていました。考えても見れば子供型の鬼でここまで強い個体は結構珍しいです。見た目は小学生くらいですが、波の鬼殺隊員が束になってもかなわない程度には強かったため、作中でも特に印象深い敵屋の一人となりました。鬼らしく怒れた思想に取り憑かれているものの、見た目のかっこよさも相まって女性人気の高い人物です。まあ鬼の性格はなかなか傲慢でしたけども、これは声優の方もかっこよくて最高でしたね。産屋敷キリアは鬼殺隊の最高管理者たる産屋敷家の98代目当主です。父親にして先代当主の産屋敷加賀から役目を受け継ぎ、わずか8歳にして鬼殺隊のトップの座についています。産屋敷家の男子は13歳まで女の子として育てられる風習があるため、初登場時は女性物の着物を着ていました。その女装姿は他の姉妹たちと見分けがつかないほど美しく、男の子であることが明かされた時には一部の男性読者たちの新しい扉を開いてしまったとか、なんとか女装していても可愛く見えるというのは元の素材の良さがあっての賜物です。女装系男子がここでランクイン。誰でも人間が使いそうな目してるな。住吉は鎌の家の祖先で、炭治郎たちから見て400年ほどの前の人物です。経緯は不明ですが、始まりの国境の剣士である杉国頼一の知人であったため、回想シーンに登場することがあります。直接の祖先ということだけあって、住吉の顔は炭治郎に有利2つ。今の炭治郎よりも年齢が上なので大人びてかっこいいです。ほぼ同じにしか見えないビジュアル。炭治郎に合わなかったら判別難しそう。鬼殺隊が追い続ける最強の敵、鬼の始祖にして諸悪の根源が鬼物事務山です。炭治郎にとって家族の仇であることはもちろん、鬼殺隊の多くの剣士たちが彼に恨みを抱いています。激術なのか身体的特徴なのかは不明ですが、無惨は自在に姿を変える能力を持っています。ベースは30歳前後の男性の姿だと見られますが、時には威圧しそうな少年の姿になったり、美しい女性の姿で登場したこともありました。頻繁に姿を変えるものの、どれも整った顔立ちをしているのが特徴です。はい、ここでマイケルジャクソン。自分で顔変えれるのはなかなかチート。まあ性格の悪さ的にここに落ち着いたのかな。
上屋敷加賀屋は鬼殺隊の最高管理者であり、上屋敷家の97代当主にあたる人物で、鬼殺隊の面々から親方様と呼ばれ親しまれており、戦闘能力は皆無にもかかわらず大した力は厚く尊敬されています。未来予知に近い先見の明を持ったまさに天才です。顔の大部分にあざがありますが、それを補っても優れた立ち振る舞いのおかげで、見た目に関係なくかっこいいと思えてしまう人物です。日焼けすると痛そうな顔してる。映画無限列車でも最後出ててよかったです。炭治郎の同期にして雷の呼吸である吾妻善逸は第10位。鬼殺隊の一員でありながら鬼を一目見ただけで泣いて逃げ出すような臆病者ですが、しかし時には命を捨てて人の大切なものを守ろうとする優しい青年でもあります。それにしても初登場時は通りすがりの女の子に泣きながら急行していたため、読者からも炭治郎からもなんやこいつという目で見られていた彼がここまで人気キャラに昇格するとは、決めるときに決める男、やっぱそういうとこも小さな理由かと思われます。人気的には圧倒的1位になりましたね。稲塚実美は鬼殺隊の最強戦力柱の一人で、風柱の二つ名を持ちます。怖そうな見た目に反しない超怖い性格をしており、炭治郎は殴るわ禰豆子は刺すわれ、初登場時の印象が最悪だった人物でもあります。実は鬼殺隊の中ではまともな神経の持ち主だったりもするのですが、とある事情から日頃は粗暴な態度を取り続けています。そう、見た目に出てる感じよね。飲食でメニュー間違えてきたらブチ切れそう。鬼殺隊の最強戦力柱の中で霞柱の二つ名を持つのが時藤無一郎。時藤雄一郎の弟で双子ゆえにうり二つの顔立ちをしています。男性ですが腰のあたりまである長髪と幼い子立ちのせいか中性的に見えます。最初の頃は無表情だったのでミステリアスな雰囲気がありましたが、ある時期を境に表情豊かになりました。無口&無表情時代の無一郎が好きだったというファンも多いものの、ニコッと笑うようになってから可愛いという不女子の叫びが聞こえるようになったそうです。やっぱムイムイしか勝たん。ピエン系女子に好かれてそう。僕もゴイクラギが好きなキャラっす。サビトは炭治郎にとって兄弟子に当たる人物です。まだ炭治郎が剣士を志す前に鱗滝さんの元で修行していた青年ですが、残念ながら最終選抜を突破できずにこの世を去っています。しかし霊体になって鱗滝さんのところに帰ってきており、後に炭治郎の修行相手として出現しました。炭治郎に修行をつけていたパートでサビトファンになった読者は多いと思うのですが、サビトが命を落とすことになった最終選別の真相を見るとさらに好感度が爆増しています。役名がもうイケメンなんよ。もっと登場してほしかった。アニメでより人気になったキャラですね。鬼殺隊の最強戦力柱の一角にして縁柱の二つ名を持っている煉獄杏寿郎。行き過ぎていると思うほど善の塊のような人物で、鬼殺隊の中には彼の存在に救われた人間が何人もいます。炭治郎、善逸、猪之助らも彼に多大な影響を受けており、共に任務に当たった無限列車で柱の凄まじさを学ばされました。無限列車編でまんまとファンになってしまい、今では鬼滅の刃という作品の生んだベストキャラクターの一人だと思われます。ワンちゃん今一番イケメンなキャラ、日本の経済ぶん回してますからね。最終の映画の興行収入が気になるところではある。猪之助や炭治郎と同期にあたる剣士ですが、育ての下で修行したわけではなく、現役の剣士から日輪刀を奪って勝手に最終選別に参加したという野生児です。日頃からイノシシの被り物を着用していることや常識が欠けていることにはやむを得ぬ事情があるのですが、猪之助は特に女性人気の高いキャラクターという印象があります。野生的な立ち振る舞いもそうですし、時に見せる子供のような無邪気さが好きという話も聞きます。イノシシの皮を被っているのであまり見られませんが、素顔はこの画像の通り女性と見間違えるレベルの美貌でした。はい、遺伝子に感謝しろ。親を敬ってください。第4位は鬼殺隊の最強戦力柱の一角にして音柱の二つ名を持つ宇髄天元。派手を口癖にして自ら派手を司る神と豪語するほど、何かにつけて派手なことをしたがるお祭り男で、財布もオリジナルに改造しており、額当てにはキラキラ輝く宝石類が豪華にあしらわれています。そんな宇髄天元もおそらく女性人気で言えばダントツの1位なのではないかと思うほど支持を集めています。戦闘時にはさらしと額当てで髪をまとめていますが、これを外すと長髪のイケメンが登場します。ちなみに彼には美しい奥さんが3人もいて、やはり顔がいいやつが絶対の正義かと男性読者や全員と絶望してました。すっぴんの方がイケメンなやつ。てか意外と髪の毛長いよね。俺ストレートの方が好きかも。第3位は鬼滅の刃の主人公釜野炭治郎です。家族の仇を討つため、そして鬼と化した妹を救うため鬼殺隊に入り、今も戦い続ける我らが主人公。天元や猪之助のように作中設定でイケメンというわけではありませんが、性格が顔にそのまま出ていると思えるほど穏やかで優しい顔つきをしている炭治郎。その表情はファンを虜にするのに十分すぎる魅力を備えています。炭治郎は自覚なく女性を落としていく天然ジゴロな一面があり、本人にはその気がないので過剰に漏れたりはしませんが、その気になればトラブルを起こせるくらいに実力はありそうです。いやそれ作品変わってくるから。癖のない優しい顔だけしてる。長く見るから当然見方も良くなるよね。
富岡義勇は鬼殺隊の最強戦力、柱の一人で水柱の二つ名を与えられています。ほとんどの剣士が束になっても傷一つつけられないほど強い加減の鬼を瞬殺することには強く、鱗滝さんの元で修行した炭治郎にとっては兄弟子であり、また鬼殺隊に推薦してくれた恩人でもあります。女性人気の高さは言うまでもなく、男性読者から絶大な支持を受けるキャラクターです。作中で言及されることはほとんどありませんが、容姿も男前ですし、落ち着き払ったまま強敵を倒していく強さはみんなの憧れという感じ。ただし実際には冷静というよりもド天然といった方が適切というくらいにはずれた感性の持ち主だったりもします。またそれがギャップ萌えなのよ。もう一番イケメンと言っても過言ではない。イケメンなのに不器用な感じに腐女子は弱いのよ。杉国のリーチは始まりの国境の剣士と呼ばれる男で、炭治郎たちから見て400年前を生きた人物です。柱を含めた現代の剣士たちが多大な犠牲を出して、ようやく互角に戦えるレベルのラスボス無惨を一方的に放るという桁外れの強さを有しています。無惨は二度と彼の前に出現しませんでしたが、仮にもう一度でもよりいちと無惨が相対していたら400年前で作品が終わっていたレベル。今回のかっこいいランキングでもそんな最強の男、杉国のリーチを第1位とさせていただきました。過去編を読めばわかることですが、よりいちさんはとにかく生き様がかっこいい、火の打ち所のない最強の化身という感じなので、この人がランキング1位でも文句を言う人はいないんじゃないでしょうか。外見のかっこよさもそうですが、男としてはやはり彼の強さに惹かれる部分があります。頼一さんは老人になるまで長生きしてるのですが、老衰で死ぬ直前まで最強の男であり続けたあたりもかっこよかったです。いや、なんでも1位やないかい。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。